いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？あなたの周りにも、どうしてあの人はいつも年下男性に慕われているんだろう？と不思議に感じてしまう友達や同僚はいませんか？果たしてその魅力は何なのか？今回は5歳以上も年上なのに魅力を感じてしまう女性の特徴というお題でアンケートを取ってみました。 1. 幼かったり可愛かったりして年上に見えないギャップがある。年下だと思ってたのに実際はかなり年上でびっくりした。25歳男性とあるように見た目と年齢のギャップは大きな魅力のようです。年齢相応のルックスでも仕草や表情が可愛いなどの理由で好意を持たれるというケースもありますが、わざとらしくするとかえって逆効果なので気をつけましょう。 2. 他人に細かな気配りができて礼儀正しい。見た目には気を使ってても周りには気を使わない同世代が多いので大人な女性に憧れる。22歳男性というように誰に対しても配慮ができる姿に若い女性にはない魅力を感じるようです。年上にチェックされがちな礼儀作法ですが、実は年下男性からも注目されているので気をつけましょう。 3. 豊富な人生経験から的確なアドバイスをくれる。自分より長く生きているので助言がいちいち正しいし、その伝え方にも嫌味がない。23歳男性とのご意見のように、経験に裏打ちされた深い知見が年上女性の魅力のようです。また傷つきやすい年下男性の自尊心に配慮したアドバイスの仕方を心得ているとよりいいでしょう。